緊急座談会ニコニコ超会議コラボ予想。おはい、ということで、今週末にニコニコ超会議ありまして、そこでモンストニュースがありますね、発表されまして土曜日、そうですね、そこで何かしらコラボ来るんじゃないだろうかと。これもだからさ、撮影してる日がさ、もうあと2日後ぐらいにね、ギリギリ発表されると。ギリギリの、もう撮ってすぐ出しみたいな。ギリギリ予想だ。そうですね、だから緊急座談会と。緊急座談いたしまして。緊急座談会、ええ。まあ、だからもうなんかあんま関係ない話したら俺ちゃんと注意するから。ああ、うるさい、黙れ。もうそれやめ、それ俵総一郎緊急座談会だから。そう、緊急です、ね、朝までね。そう、朝まで。いや、やんないですよ、朝まで持たないでしょ、朝まで。で、やっぱこうちょっと緊急なんでテロップも少なめ。はい、そしてちょっと緊急ということで、はい、まあ我々ね、はい、その別にその期間ゴールデンウィークだろうね、来るの、うん、こう、はいはいはい、他でコラボしてるからとか全然知らないんで、知らない、その辺は知らずに言っちゃってるんで、ちょっと多めにじゃあ見ていただいて。そうですね、はい、見ていただいてということで、調べてないからね。そうですね、はい、はい、やっていきましょうか。はい、はい、もうゴールデンウィークでね、やるとしたら5月2日。毎年もう例年来てますもんね、ゴールデンウィークには結構大型の。そうだよね、楽しみなやつ、はい、はい、今までの軽くすごいですもん。進撃、うわ、そうか、第去年第2弾とか、進撃2弾だね、だね、そうで進撃来てて、うん、その前はコナン、そう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 、これなんかすげえ覚えてる。だからコナンはあるよね、また進撃、コナンとか映画、ね、その前の年がコナン、うん、でその前が呪術、呪術、うわすごっ。あ、コナンとあれも来てるってこと？あ、コナンとはスパイファミリー後半じゃない？劇中、スパイファミリー、そうだ、劇中かなんか、だから中盤、後半、中盤か、なるほどですね。でその前が、エヴァ、呪術、エヴァ、うん、でブリーチ、はい、銀魂と、いろいろつながってくるんですけど、そうそうたる、はいはいはい、なるほど。今年も5月2日までなんですよ、今のアルファが。うわ、じゃあちょうどだ、ちょうど5月2日の12時から。じゃあちなみに収録日5月2日。あら、うん、5月2日収録日、いつ2日、そうだ、収録日だ。だから、だからもし本当に来たら最速。なるほど、そっか、5月2日収録日なんだ。そっか、最速で、最速で、うん、いや大体大体多分、うん、その5月3日からとかで、そうそう、で1日で1日遅れのせいで1週間後になるの、ね、何もない時間、ね、空白のね、1日何もない時間来ちゃうよ、空白のあるんですよ、モンスト的に大丈夫。そうそうでミッションとか大幅に出遅れんだけど。あ、でもまあ鳥獣はやってるのか、鳥獣、鳥獣震災もしかしたら、あ、ね、ね、あ、分かんないけどね、どうなんだろうね、うん、さあということでいきましょうか。まあでもやっぱり、うん、あれかな、ゴールデンウィークだから結構子供向けのアニメとかも来るのかな、うん、子供向けというか、うん、なんだろう、この優しい系、優しい系、優しい系、今までで言うとそうだ、コナンとか、コナンとか、まあまあ、いや、人ガンガン死ぬけどね。何が優しい系だ。そうですね、事件ちゃんとしっかり事件起きてますからね、なんかどの漫画よりも死ぬわ、ね、毎は死んでますもんね。そんな毎は、じゃあ そんなことないか、高校生が体験するにはもうトラウマになるので死んでくから。ランちゃんなんて見過ぎだよね、現場は。はい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 、いや、あのさ、はい、ドラえもん、あ、ドラえもんっていうか藤子不二雄、うん、さんの、が生誕90周年の出た、うん、そう、だからいいね、そういうのでなんか藤子不二雄コラボ、うわ、いろんな作品、スパーマンとかエスパーマミとか、スパーマミとかいいじゃん、そういうのもありだよね、服部くんとか、そういうのいいよね、めっちゃいい、ドラえもん、服部くんは A 先生、服部くんもおばきゅう、 F 先生だね、うん、あ、おばきゅうとかね、そう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 、 F 先生コラボ、ちょっと胸熱、ゴールデンウィークっぽいし、確かに、うん、藤子 F、 藤子 F、 藤子を何も見ずに描けんの、はい、すごいね、描けますよ、特殊能力じゃん、いや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 レジェンドですから描けますよ。
藤尾どうだったっけとか思うよね。多分藤子不二雄全体的なのかな。やるとしたら90周年か、まあ、ドラえもんもやるにした映画、うん、ちょっと遅め終わりかけだもん ね、 ね、まあ、でもなんかここで大々的にね、うん、めっちゃいいっすね、うん、なんかゴールデンウィークにやったらいいかな、はいはいはい、まあ、そしたらまあそっか、ドラえもん、パーマン、うん、エスパーマミ、エスパーマミ、星5、6、3エスパーマミ好きなんだよな。僕それ知らないですもん。エスパーマミ。エスパーマミ知らない？嘘だ。エスパーマミ。エスパーマミ。エスパーマミ。パーマも通ってない。やっぱドラえもんっすもんね。やっぱり。ああ、そっか。コピーロボ。忍者ハットリくんあのアニメ見てましたけど。ね、うん。ハットリくんはなんか実写みたいなのもやったもんね。ああ、懐かしい。なんかやってましたね。カトリくんかな。そう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 、ね、やりましたやりました。やったよね。そうなんだ。はい。服部くん、それで言うとだからコナン、でもコナンも去年も映画はやってんの、やってる、ね、なんか毎年ゴールデンウィークぐらいにやってるイメージありますよね。じゃあ毎年言ってもみたいなとか、まあまあそうですね、まあ、コナンもありえますけど、ありえるね。でもやっぱ今の盛り上がり、今すげえやっぱ盛り上がってるよね。確かに、うん、誰やんコナンキャラいます。今回のはあれでしょ、せやかて工藤でしょ、その主役みたいなのは。はっとり平次。はっとり平次。なるほど。あ、でもはっとり平次も出てないわ。怪盗キッドも主役は出てるよ。怪盗キッドはあれだったね。配布でありましたね。配布とか。違う、コラボパックでしたっけ。違う、あれじゃない、なんか超究極かなんかで結構難かった。そうだそうだ。なんかそのあたりがガチャキャラ。ああ、でもまあいるか。4、5、6。まあそうですね。うん。あるかもね。コナンもまあ来たら盛り上がるでしょうね。コナンいいね、盛り上がるね。でも結構新規コラボの感じもするじゃないですか、5月って。新規コラボだったら、いや僕はちょっとまだ早いですけど、うん、まあそのチェンソーマンの例もあるんで、怪獣8号、うん、いやー、なるほどね、やってほしいね。まだちょっと早いですけどね。キャラはいるよね、カフカと、まあ、カフカとあるある、アジロミナと、うん、あとでも、まあ、出てきてないのかな、意外とアニメーションがすごいよ ね、 そうですね、かっこいいよね。あの強い目細いあの人は、あの関西、関西か、そう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 、まあ、まあ、出てきてないのかな、あの辺とか、あ、川西さんですよね、確かに。あ、そうだそうだ、はい、そうなんだ、いいね。うわー、でも どっちなんか薄く やるよりももうちょっと話数稼いでからやってほしい気もするよね。まあそうなんすよ。まあでも今後付き合っていくぐらいの感じで、うん、なんか第一弾軽く、まあいずれは来ますからね、怪獣8号は、うん、序盤の部分で出すか、うん、そのアジロミナってあの一緒に女の子、そうそうそう、若い子、あの女の子、最強スーツ着てる子、あの強いパワースーツ、めっちゃ強い、あ、ガジロ佐藤のその佐藤ガジロだぜ。ガジロ佐藤は出ないですよ。あ、出ない、アジロじゃない、ガジロじゃない。ガジロ佐藤ガジロ出ないな。新規だとなんだろう な言われてるのはテンスラもに、ね、あ、確かにアニメあるから、なんかさ、テンスラの第2弾モンストニュースの、うん、あのあれってやつ、ね、あれがね、そのうっすらスライム、青いスライムっぽい、リムルっぽいみたいな、わかんないな。でもだいたいそれってそうだと思って来ないそうよね、散々やられてますから、うん、この間のあの永遠ぐらいじゃない、あ、永遠、永遠じゃないっつって永遠まっすぐ永遠だったの、確かに、うん、あ、そうか、うん、大島のあれのパターンあるか、その大島、もうこれはもう確定だろみたいなっていう自分が怖いですみたいな、ね、なると思うんだよ。予想してでラーメン出てきてここにバーンってあの、うん、ねえ、川家さんのここにナルトがくっついて、はいはいはい、でその夜の大島のつぶやきが自分が怖いですって当てたと思って、あれはよくないよ、で7つの大罪の、あれは川家、あれは川家のせいです、川家に言っていい、言っていい、あれはよくない、そんなことしちゃダメ。あれね、確かに。いや、まあね、新規で言うと僕本当にもずっと来てほしいのがやっぱ東京グール、うん、あー東京グールはなんかいいよね、なんか東京グール何周年みたいなのですよ、アニメ10周年とか、そうなんすね、それこそもう待って、あるな、続編とかなくていいからもう来てほしいよね、うん、来てほしいね、一回でもう、うん、全部出し切るぐらいの感じで、東京グールでもキャラ誰ですか、いやでも俺深く考えたの東京グール、
まず、まあ、確定とかいう、金木、金木県ね。はい、金木、はい。で、東華ちゃん。東華ちゃん。ここ確定。ここ絶対そうですね。でね、このさ、3番目を、どうするか。うん。まあ、でも、ヨモさんとかはちょっとね、まだ技とかも、序盤は出てこないから。ヨモさん、有馬は有馬とかは、あの、戦わないの、序盤は、本当に。だから、あの、難しいのを、あの、ジェイソン、あれとかにすると、なんだっけ、あの、あいつ超究極をそうそうそうあのあれやるやつ拷問やるやつあーそうそうそうあれねあれとかにするとなんだっけなジェイソンのヤモリヤモリかぶってるやつ、ね、そうそうそう、はい、ヤモリとかを敵とするとだからいやでもいいんじゃんなんかさほら、うん、モンストのさ、はい、あの出し方ってさ最強の人をさやっぱ一番強く出すじゃん、はい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 、その作品のさ主人公より最強って言われてる人をさだ有馬でだったら多分十三十三鈴谷鈴谷です十三 それもありだねかもうあれだねあいつ鳩川の鳩川のアモンアーモン、ね、アーモンを出して、ね、それ第2弾でまた重心化会とかでなんかいやー俺第2弾とかないんじゃないかなと思う、うん、1回で終わらせるんじゃないかなもし来たら1回で終わらすんだったら有馬 ?1 回で終わらすとしたらで考えて有馬嬉しいけどな1回で終わらすんだったら、うん、金木は分岐だね廃瀬と佐々木廃瀬と金木県、うん、で東華ちゃんはあの兄弟になるとかああ、つなるほど進化形態兄弟になるとか、うん、それはネタバレじゃない俺そこまでいや、そいつはもうもう見ないだろ、今見てないやつは、うん、ああ、熱いなトルソーで止まってるからそうするともう敵がフクロウとかフクロウになってくるからいや、東京グールは確かにキャラいっぱいいるもうねいや、めちゃくちゃいいね、来てほしいこれめちゃくちゃ来てほしい確かに東京グールあ、そう、周年なんだ、10周年とかなんだ、うんあ いいね確かに盛り上がる ね, 盛り上がるねあのあれでしょ曲はあの凛としてしぐれいい、ね、がかかったら超盛り上がる、ね、盛り上がりますね、あれかっこいいからなあの曲うわそれやばいわ、うん、でホマレオンが、うん、白真っ白に真っ白になるこう指パチンってやりながら出てくる怖っ怖あれ何を数えるんだっけ1万から7引いてくんだっけうわ何でしたっけ狂わないように1万から中狂わないように数させる1万から7あれ怖いよねあれ超怖い1000から7引いてくんだっけ、うん、あれすげえ鳥肌だったなあそこねえ、うん、マレオンが1万から7引いていって拷問受けて花江さんに拷問受けながら出てきたら指落とされて雪の神に耳からムカデ入れられそうになって真っ白な怖いね東京グールあるあるまあ拓也の希望ね希望、うん、東京グールな、うん、いやそれで言うとやっぱナルトはもうちょっと気は過ぎたんだよなまたえなんでなんかでもいつ来ても盛り上がるんじゃない盛り上がるんですけどちょっと去年とかがちょうどその何周年みたいな時だったんですよ確かアニメ何周年みたいなナルト来たらさでも分かんないけど多分一番やってるモンストやってる世代はナルト好きで、ね、そうなんですよ愚痴当たってるんですよ、ね、ナルトをさ、うん、本気で1回で終わらすとしたらどこ来るいやーそこなんすよねあそうねそうもうあれとかね1回で終わらせるワンピースみたいな2本立てもなしめっちゃむずいんすよ日本立て意外とないもんねワンピース以外来ないよね、うん、確かに日本立てだドラゴンボールとナルトはマジでむずいと思うんですよねどこやるかっていうドラゴンボールを考えるみたいなまずサスケがどっちで出てくるかいやそうなんですよねそっか敵側の可能性もそうどこを切り取るかっていう少年編だと、まあ、超究極とかオロチマルとかになるでしょうしとか、うん、で星5はナルトサスケカカシでとか、うん、で星4-5でサクラとあまあリーとか、うん、とかまあ無難ですよね。でもそのサスケ奪還編でサスケをこう敵にしてみたいなのも
ちょっと暑い、暑いしとか。あのね、ま、周りのやつらもいるもんね。そうそうそう。ね、で、暁編で、そう、ジライヤとかもね、出てきたら暑いしとか、なんか。綱手とか欲しいもんな。そう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 。綱手、ね、ワンパンかな。ワンパン。うわ、いいね。いや、もう確かナルトはね、第1弾だけで終わらすにはもったいなさすぎるんで。じゃあもう、じゃあもうほんと細かく刻む。刻みたい。少年編と3個ぐらい。もうやることが、ロックリーのあの、なんか八門みたいなんで開ける。ああ、八門。あれを開けろミッション。いやいや、死ぬんすよ。あれ、八開けたら死ぬんすよ。八門開けろミッション。死んで、いや、嫌ですよ、それ。やりたくないですよ。最後、八開けた時死ぬんですから。もう開けちゃダメなんです、8個目を。開けろミッション。いやあとはいい、ね、ガーラのあの砂 の, の砂のバリアを剥がせ、はいはい、取れじゃない取れじゃないね。いや剥がせとか嫌ですけど、ね、ナルトのあのあれ滝を割れミッションもあるの。滝割んだっけ、滝割るみたいな、あ川なんだっけ、あったよね、ずらーって並んでありましたね、あの影分身千、うん、千人モードの時か違う、あれなんだっけ、そうあったあったあった、何でもできるね。何でもできるね。そうね、ドラゴンボールとかもな、どこ切り取るか難しいしな。種族忍者でもいいよね。ナルトだけ。マジか、もう やめてよ。ボーダータインみたいな。ボーダータインだ。忍者。ボーダータイン難しいんだよ。いや、その辺はありつつ。いや、いいね。あとは。いいけどな、うん、まあ、あとなんだろうな、まあ、あとあれだ、なんかちょっと6月のあれ何でしたっけ、キルラキルも今年ね、あるんですよね、あそう、うん、あれキルラキルって単体では来てない、来てないですよ、トリガーコラボでしたっけ、そうか、グレンラガンとかと一緒に来てて、いいよねやっぱ映画好きな人多いよね、超やっぱ熱烈な、僕もその、うん、今後点なんかあるんですけど、それ行こうかなと思ってるんですけど、キルラキル言ってたかも、そうそうそう、あの小島さんの奥さんが言ってたかも、そうそうそう、キルラキル、そうなんですか、うん、好きなんですか、ね、そう、一緒に行ってきたらさ、はい、いやいや行きたいですけど、そう一緒に行けるんなら多分行く人探してると思うから渋谷駅前でジャンプ持って待ち合わせジャンプ持ってる人いやいや俺知ってるんですあ、うん、ブリーチ第2弾も来てほしいんだよな、第2弾は来てるもん、あ第3弾なんだ、3弾、第3弾、拓也がもうブリーチ好きすぎて一人でブリーチ展行ってましたよね、ブリーチ展行ってきた、めっちゃよかった、まあキャラはいますからね、まだ、うん、ブリーチだとあれ総大賞はもう出てない、出てないよ、山本源流祭出てない、出てない、うん、源流祭、うん、あとゼロ番隊があるから、まあ、キャラはなんとでも、なるほどね、うん、ブリーチも全然、まあ、俺はあのあれ来てほしいけど、ファブル、ファブルね、なんかファブルのアニメなんか見てますけど、なんかすげえしっとりしてますよね、そうなんだなんかもうあんまり派手じゃないもんね、そうそうそう、派手じゃない、なんか淡々とでも面白いです、まあこっからだもんね、うん、まあそうですね、まあ俺はもうファブルはもう岡田くん側で出てもいいと思って、実写いや実写出たことないんだあれスターウォーズぐらいなんだよ実写でもかっこいいんだよな実写もよくできた、まあ、そうですね、よくできた、ファブルだとしたら主役はあの名前なんだっけな、ファブルの女の人と、そうでもキャラいなくないですか、あとあの女の人でしょ、妹、まあ、妹と、うん、佐藤だ、佐藤、あそう佐藤、佐藤、あそう佐藤と、うんうん、妹と、もういないでしょ、まあ、なあのボス、いやもうそのヤクザ軍団になってしまったのやだよ、なんかシンプルクロちゃんだっけ、なんだっけなんかそうだよ、だちょっとまだもうちょっと、まだもうちょいですね、まだ、うん、もうちょっと先行かないと、ね、漫画がすげえ面白いのよ、漫画面白いね、第2部が超面白いの、そうなんすか、あのファブル対ルーマーっていう、第2部も終わったよ、だからあ終わったんだっけ、セカンド終わった、あそうセクンドがすげえ面白くて、うん、確かに見てファブル、うん、そうだね、あとはまあそうだな、新規ちょっとだから、まあ、うん、まあだからあの辺は既
そうで来ないのはいろいろあるけどね、無職転生とか、ああ、あとあれとかダンジョン飯とか、ダンジョン飯とかね、ダンジョン飯とか来てもなんか俺ね、そろそろね、そろそろなんかあの俺本能が言ってる、早くコードギアス見ろって、なんかこのシロさんの、確かにな、なんかもうやっぱ来てからだとすげえ話数が長くて話数が多くて、来てからだと間に合わないんだよ。でもなんかさ、もうこんだけみんな来てほしいって言ってたらさ、来るじゃん、コードギアス、コードギアスはなんかもう見なきゃと思ってんだよ。いや確かにずっと10話ぐらいまで止まっちゃってんだよな。そんな長いんだコードギアス、見なきゃね。確かにね。ちょっとあとあのちょっとキャラ名メモ的に書いてもらいたいんだけど、はいはいはい、星56がどこの誰のですか、まあ、グール、あ、星56がトモコ、トモコ、星56とトモコ、トモコ、はい、はい、で山田よね、山田よね、はい、うん、で、あ、どうしようかな、桜川、桜川涼子漢字も分かんない、まあ涼子、はい、で、え、ちょっと分かるかな、トモコ、ヨネ、涼子、水谷かね、トモコ、山田ヨネ、桜川涼子、え、これ虎に翼、虎に翼コラボだ、虎に翼なんだ、ちょっと知らないですけど、伊藤沙莉、あ、伊藤、ああ、朝ドラ、朝ドラのね、コラボ来ない、来ないよ。一回も来ないんだから、その言ってるけど。ここ山田ヨネじゃないんですよ。朝ドラコラボね。朝ドラすげえ面白いぞ、これ今回の。すげえ面白いと思う。マジですか？何の話なんですか？初めて女性弁護士になった。弁護士か。人の話。あ、いいっすね。うん。なんかね、スカッとする。この男尊女卑の世界すぐ消して。消すなよ。すぐ。すぐ。一応朝ドラと。トラに翼は。トラに翼。トラかけんの？トラかけますよ。うわ、こ下なんだっけな。何なんだよ。え？な、7上ですよ。7の下。ね、これヒゲみたいな。7の下が。あ、そうかも。ルーみたいな。カタカナのルーみたいな。ああ、そうだそうだ。トラに翼コラボ。トラに翼。かな、一番本命それかな。一番本命なんだ。なんか言ってましたよ最初、拓哉さんボケたら、そうだ言ってた、俺言うよ、緊急だからうるさいって言うぞ、うるさい、黙れ、一番ふざけ、黙れ、一番ふざけてるじゃないですか。もういいでしょ。もういいとかないんです。もういい、もういいとかないんですよ。ないの、もっと旬な、旬なやつな、旬なアニメ盛り上がってて、まあでも薬屋は来ないだろうしな、多分出しづらいだろう。俺配給見てきたよ、配給がめちゃくちゃ面白いな。配給面白いらしいですね。配給は俺もね、拓哉に言われて今ねシーズン3まで行ったんだけど、シーズン3、シーズン3の見た、もうね鳥肌が立つような、ね、マジですか、やっぱね、あのどっちなんすか、あの何ていうんですか、スラムダンクなのか、うん、あのテニスの王子様なのか、ケンタやりますか、スラムダンクか、ケンタやりますか、スラムダンクで言うと何、ケンタやります、スラムダンクが、ケンタやりますが、ケンタやります、知らないの、知らないです、ケンタやりますか、スラムダンクで言ったらスラムダンクが、ケンタやりますが浮かんでないんで、キャラクター、そう、なんかそう、スラムダンク、黒子のバスケか、入れ替わりっていうよりはその、入れ替わり、うん、なんかそのスラムダンクみたいに、何と比べてんす、入れ替わりって比べるのが、なんか、ケンタやりますみたいに、キャラクター作り的にはケンタやりますみたいな、だからそのケンタやりますが何、俺ちょっと知らないんですけど、もっとわかりやすいやつ、いやでもね、ほんとスラムダンクみたいな、うん、もうそのそう、試合の熱さ、うん、その変な技、なんかその人、あ、技とかじゃない、スカイラブハリケーンみたいなの出てこない、あ、そういうのないスネークショットみたいな、コートの外からシュコーンとかないから、球がなんか消えてとかはないですね、サーブ打ったらなんか10個に消えてとかはない、ただもうなんか変人速攻みたいな、そう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 、あの、これに特化した主人公とこれに特化したあのセッターの、その、うん、
このコンビがね、前の中学校だともう全然もうなんか行かせないで苦しい思いしてるのが、はい、バチッと高校で出会うの。そう、いいっすね、うん、そういうのめちゃくちゃ熱い、うんうん、そうで、この2人の長所と長所がぴったり重なって、なるほど、すごいコンビネーションになるっていう、めちゃくちゃいい、ああそういうのはいいで、で検定ありますみたいに、わかんないですよ検定、目まぐるしくその3年生が卒業して、で2年生の代になって2年生が卒業して、自分が一番上になって新入生が入ってくるみたいな感じじゃなくて、なんすかそれ今のやつ、検定あります、目まぐるしく検定あります、早いから展開が、あもう3年生いなくなるんだみたいな、うん、だからスラムダンクみたいにもう長いわけ、3年生がいる、そうそうそう、だったり状態で4ヶ月ですからね話が、そうだから、でもでもそんな感じ、そういう感じも、うん、1年の話、でシーズン3がほぼ一試合だもんね、そう一つの高校と戦う、マジ10何話、一つの高校との1試合を10何話、マジ、うん、熱いよ、すごい、すげえ熱いんだよマジ、熱い、すごいそれ、へえ、映画もそう、大島が見るんだったらもうだツッキーのブロックっていうのキーワードだけ覚えといてくれ、マジですか、ちょマジで見ます、なんかすごい盛り上がってるなと思って、うん、いや面白いなってた、映画館行ったけど、はい、平日の昼間俺以外全員女の子だった、ああそうか、そう、女性に、分かる分かる、なんかね嫌なやつ、嫌な感じで出てくる敵もいるんだけど、はい、結局なんか、あ、なんかいいやつ、いいとこあるな、なんか、そう、あ、なんか悪いやつじゃないなってなるし、うん、なんか、はいはいはい、そう、そうなんだよね、いいっすね、なんか泣けるんすよね、泣ける泣ける泣ける、なんかそう、それ熱くなる、うん、胸が熱くなる、映画ずっとニヤニヤしてる、あ、ニヤニヤ、かっこよくて、へぇ、気持ち悪い、気持ち悪い、映画館で一人、一人で周り女の子で一人おじさんが一人ニヤニヤダメ、危ないですよ、つまみ出されますよそれで、怖っ、かっこいいんだから、へぇ、うわ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 、へぇ、いいなぁ、見よう、ハイキュー、ハイキューは面白いね、ハイキュー見ますわ、ハイキュー全友情バレーボール、バレーボール、まあ、そうそうなりますもんね、うんうん、まあ、コナン君のあれが友情サッカーボールだったから全然ありえますよ、トス上げて A クイックで、うん、ナンパンあ、センターのやつ、日向がスピードがあったねでもそういうのもあっていいっすけどね、スポーツ漫画とのコラボでとか、うん、そうだね、うん、あ、そうだね、ブルーロックとかもワンチャンあるよね、ワンチャン、全員サッカーボール、ブルーロック、うん、全員サッカーボールでちぎり氷馬がスピードがあった全然ありえる、ブルーロックも、うん、で国神がパワー型で、シュウサギはイサギがバランスだな、イサギ超バランス、ね、超バランスで、そうだね、うん、うわ、バチラもいるな、キャラいっぱいいますもんね、バチラ、ね、うわ、誰星4号にするかっていう、うん、ブルーロックもマジである、だってあれ、あ、コトダマンでは来てましたよね、ブルーロックは、うわいいな、うわ、ナギもいるわ、ナギも、あ、ナギくんね、どうすんのじゃあどうすんのって言われてる、国神入らんな、バチラ入るな、バチラ、台風で三笘欲しいよね、台風が三笘なんだ、やってたけど、なんか CM やってましたけど、ブルーロックのゲームね、やつね、やってましたけど、あ、ブルーロックもあるな、ブルーロックあるね、あのなんだっけ、ウィンドブレーカー、ウィンドブレーカーそれあれだよ、その中学生が、シャカシャカの上着じゃない、シャカシャカの上着じゃなくて、なんかその今アニメもやマジで知らん、ヤンキーじゃないですけど、え、マジで知らない、なんか今流行ってるらしいです、それ見ようないんですよ、面白いって言ってました、なんかヤンキー漫画なんだけど、うん、熱い感じというか、川木さんが好きって言ってたんですけど、そのいいやつらなんですって全員、へー、でその普通喧嘩でのし上がっていくみたいな、うん、その熱い感じのヤンキー漫画つって面白いって言ってました、で結構今広告もブワってなんか出てるし、ウィンドブレーカー見てみよう、ウィンドブレーカー、あ、でもね、うん、あれやったぐらいだもんね、そう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 、リベンジャーズやってるんで、リベンジャーズやったか、ありえますよね、確かに不良は OK っていう、不良、そうっすね、うん、うん、じゃあもうろくでなしブルース、うわー、ついなー、ロクブル来たら、ロクブル来たらやべえな、どうしようかな、ロクブル来たらどうしようかなって、何なんすか、おじさんがもう感じて、まあ、じゃあ四天王だよね、四天王が敵か、いやいや、あ、俺四天王仲間で出てほしいけどな、あー、そしたら川島だよ敵、
敵川島の。でも敵少ないから4人は出ないよね。前田大孫でしょ、薬師寺鬼塚葛西でしょ、うん、俺でもね、あれは薬師寺のあの SS はもう思いついてる。うわ、薬師寺の SS 教えて。喧嘩のやつですよね。そう SS、 はいはい、薬師寺の SS は画面いっぱいに手が出てくる、こうやってで、顎ボーンこれ、これかっこいいね、こうやって。前田大孫が、そう、浅草の橋の下でね、はいはい、力で勝負いってんのに、うん、急にここパッてやられて、うん、えってなってバーンって殴られるんだ、ちょっとアッパー気味、そう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 これね、そうそうそう、なんかね、もうテクニカルな喧嘩してくるの。いいね、名作ですからね。葛西に、葛西の SS は、うん、あの上着めくり上げて、うん、こうやって目隠しされて、目隠されてボコボコ。いやいや、その絵がなんすか、その目隠しされてボコボコって。鬼塚はあの顎を割れてるのに血を飲みながら我慢する。我慢するって何なんすか SS で。どういう意味なんですか。いいね。そうだね、あのだからそう、ニュースでホマレオンがそのふっかふかの白いなんかダウンみたいな着てきたらもう6秒の鬼塚なんだよ、鬼塚だって、鬼塚のコート着てない六ボロだーで、ミキのシーンが急に10円玉をクッて片手で曲げたら6ボロかって、いやじゃあ6ボロでグッてグッて曲げて、パネンさんがそれを両手でこうやって戻したら確定10円玉はね、いやね、いいですね来ないですから、多分6ボロでなし、6ボロ来ないかな、来ないですよ、うまい、まあ確かにいいですけどね、盛り上がりますけど、リルキーがタケチョリをメリケンサックで殴ってで、ここちょっと血出たぐらいでタケチョリがそんなもん使って喧嘩舐めとんのかってせんのリルキーが殴られたら、うん、勝って、いや見てられないですよ、ね、中の人の女の子同士が殴り合う、そうね、メリケンサックでじゃないんですよ、うん、あとリエックスが走ってる電車に投げられてパーンどういう意味なんですか、の方、ね、ニコニコ超会議で走ってる電車にそれ どういう意味、いやパーンってなったらじゃなくてなんで横に電車走ってんすか、投げちゃダメですよ、リエックスさんを電車に、で、川家がトイレであの背負い投げしようとしてトイレ狭いからパーンって壁で背負い投げされそうなあのパネーさんが止めたこんな狭いとこでっつって言ったら確定だから、なんでトイレ行ってるの、あとテルーマン、もういいって、逃げるために髪の毛切ったら確定もうないでしょ切るとこ、テルーマンさんもう持つとこないんですよ髪の毛もいくらのもろくでなし、ブルースで一番盛り上がってるということで、じゃあまとめますか、6でなしね、はい、1位が6ブル、6ブル、立ち上がってき予想1位が6でなしブルース、もう一回全部消して、もう一回全部消します、もう一回全部消して1位が6ブル、はいさあ、ということでまとめました、うん、はい、はい、最終的な立ち上がってきコラボ予想、はい、こちらです、1位6でなしブルース2位藤子 F 不二雄、3位あの時のイエローキャブ、なんでそうなっちゃうんですか出てこなかっただろ大島、大島じゃなくて、なんで入れたいですか、出てないだろ、なんでコラボの時絶対入れたいんですか、この予想する時、あの時のイエローキャブ、めぐみ星五六ってか、もういい、もう出禁にしましょう、あの時のイエローキャブも金輪際ってか、どうしても入れたがるけど、もう出禁、もうひな型、もういい、もうひな型聞こちゃ、ね、なんで超究極なんだよ、うん、もういいんですよ、あの時のイエローキャブは、社長ミッションね、社長ミッション、何の時間だったんですか今日、3時間イエローキャブ選べて、そう、こっちは線形もらえて、こっちはワクワクステーキとか、その確率高いみたいな、おいおい、おな長々やって、全部来ないでしょ、まあ藤子 F 不二雄コラボはありえますけど、来ないよ、もういや楽しいだね、まあ、楽しみですけど、ね、これだ、はい、
これ結果これ結果いやもう怪獣8号とか入れたかったのに何なんすか本当に楽しみだね楽しみねとにかく楽しみとにかく何かしら来るということで、はいはい、ぜひ皆さんの、ねはい、意見もね、はい、聞かせてください。この後言いづらいと思いますけど、はい、皆さんの意見を皆さんの意見を聞かせてください。真面目にだよ。真面目にですよ。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。